皆さんこんにちはダウンホームカフェかしですえ今日はですね、えー、また通販でね購入したものがあったんでそちらの方ご紹介ごはご紹介および開封していきたいと思いますで今回ね、えー、購入したのはこちらです、はいえー、アイリスオーヤマインパクトドライバー充電式インパクトドライバー JID80 いうことでまあその名の通り、まり、あ、充電式のインパクトドライバーということでまあ入体文句ですけどコードレス軽量ハイパワー硬い材質にも簡単高速締め付けということで、えー、10.8V のリチウムイオンバッテリーで、まあ、ビットが10種類付いてて最大トルクが 80N。 ってことですね。はい。で、こちらの方は、僕は、えー、ヤフーショップで購入したんですけど、まあ、アマゾンさんの方で、まあ、現在の価格が6900円ぐらいだったかな。で、まあ、これの他にですね、あの、これ、インパクトドライバーなんですけど、えー、充電式ドライバーっていうのがあって、それは、えー、1000円ぐらい安い。 まあ5,980円でまあ販売してるんですけど、まあなんでインパクトドライバーなのって。で、こっちの方が最大トルクが全然強いっていうことで僕は選びました。で通常の方は20ニュートンだったっけなちょっとごめんなさい。あの全然トルクが出ないんですね。まあトルクが出ないっつってもまあ一般の簡単な作業には全然 う差し支えないかなと思うんですけどここ写真にあるようにこういうあの金とかにねそのままタップ立ててあの力でねじあの締め付けるっていうような場合にねやっぱり、えー、トルクがあった方が全然有利なので今回ね僕はこちらのインパクトドライバーを選びましたはいそしたらちょっとねあの 簡単に開封ししていきましょうでも、まあ、インパクトドライバーでこのドライバーっていうのをあのー、まあ牧田さんとかねあの以前僕を使ってましたけどあの高い全然高いんですよねあの何万円ってするドライバーでもちろん質とかも全然いいんでこの今回買ったアイリス大山さんのあーどんなプがちょっとわからないんですけど 一応、はい、ですね画面動いちゃったごめんなさい、えー、箱の中には小箱が2つとドライバーの本体それとビットですねあのプラスのドライバーとかそういうビットが1234567891010種類ワンセットそれと 取扱説明書が一式あります。うんまあ箱見ていこうか。これ全然安いですよねその一流メーカーさんのから比べると、うん、まあもちろんねあのボルト数とかも全然もっと上のを使ってたり、えー、あとは急速充電器付きのっていうのが。 使ってたんでまあ高いのかなとは思うんですけどああバッテリーちっちゃいの意外とはいえー、リチウムイオンの、えー、10.8V 箱の中ですねそれとえー、と充電器とそれにあの接続する、えー、AC アダプター まあ、そんな感じですねうんで本体うんはいなるほどちょっと説明書をちょっと見ていってみましょうかそうかくなんでね 気になるのは充電ですよねあのその僕前使ってたあ、まあ、仕事のね仕事で使ってたやつは高速充電器っていうのが全然大きいのがあのまあそれこそ手の手のひらより全然大きいのがついててまあそれでですねあのそれで充電する 高速充電っていうんで、まあ充電して、だいたい45分ぐらいでマックスの充電になって、それをバッテリーを交互に使うような形で、ドライバーをあの使ってたんですけど、まあ一日こういうような仕事だったんで、使ってたんですけど、まあ今回ね、これはそういった用途の使い方っていうのは、まあ正直向いてないかな。はい。 こんな感じ。今バッテリー繋げましたけど、一応、ここの、ここのボタンでですね、あの、静点と逆転回転の切り替えスイッチ。まあ、これは普通の一般的なドライバーと同じですね。で、トリガー。で、ここに一応電気がついてる感じですね。で今、正回転。で、逆回転。なんか、 なんか、可動のが、なんかど、うん、なんだろう、なんていうの、独特な音がするように聞こえる。これが正しいのかわかんないですけど。うん。これがマックス。一応ここが、あの、無段階調整で、あの、の回転速度が調整は一応できますね。 ただあのー、よくドライバー電動ドライバーにあるここで切り替えてあのー、トルク調整っていうのはこのインパクトドライバーにはついてませんはいだからあのまあトルクが大体どのくらいっていうのはもう感覚でですねあの指の調整で決めていくみたいな感じうんなんかイオンこれ気になるなこの辺変,変な土あれだけどうん なるほど。まあ、なんで僕これ買ったのって言ったらもちろん安い買ったんですけど、あの、簡単、家でね、まあ簡単に何かをバラすよって言った時に、電動ドライバー持ってなくて、いつも手回しでですね、あの回してたんですけど、まあちょっとそれだと、うん、ちょっと用途的に足りないんで、まあ電動ドライバー欲しいな、欲しいな、なんて思ってて、うん。今回は、まあ、つい、 ついでっ,て言っちゃあれなんですけど、たまたまインターネットで安い眺めについて、まあ買ってみてもいいかなと言った感じで購入してみました。うん。なんかね、まあま,まあ言う、ま <laughs> 田さんとかから比べると、やっぱ作りは、うん、まあちょっとチャッチーかな。うん、正直ね。うん。あの、トイ、トイ、 のドライバーに近い感じ。なんか、ツールっていう感じがあまりしないかな、僕は。そんな感じが。ただまあ、グリップとかはね、あの、ちゃんとスプリード目のグリップついてたり、ストラップ、まあ、ついてたりね。えー、バッテリーも落下防止でですね、ストッパーちゃんと入ってたりするんで、まあ、必要最低限なものはあるかなって思います。 うん、ただ気になるのはこのバッテリーですよね。あの、急速充電じゃないと思うんで、これ、チャージャーがね、まあ、どのくらいで、このリチウムイオンがあの満充電になるのかなっていうのはあるんですけど、まあ、DIY でね、まあ、ちょちょちょって使う分には、まあ、フルマックスで充電を、を使い切るっていうのはあんまないと思いますし、 まあ十分じゃないですそれはそれで十分なのかななんて思うんであのそういう使い方だからがっつりあの仕事で何時間もあの稼働かける予定にはあまり向いてないっていうのと、うん、あとは耐久度がねごめんなさいこれは分からないんですけどちゃんとしたメーカーさんの,のちゃんとした、うん、あの一流、うん、一流っていう人もあるか。 あの老舗メーカーさんのまあドライバーとかだとちゃんと壊れてもまあ修理以来だとねあのちゃんと修理がかかるんですよね。あとは中のカーボンをバラして交換するだとかっていうのもできるしまあそういった面ではあの長く使えるっていうのはその老舗メーカーさんの方が長く使えるかなとまあどちらかというと壊れたら修理するというよりかは新しいのを買い直すっていうそんな感じ。 の使い方になっちゃうのかなって思います。まあ、ちなみにね、まあ、あの僕が使ってた時に、あの、老舗メーカーさんのドライバーの修理とかっていうと、あの、修理出すとん、あの、1機、あの、1万円とか、7800円とか、まあ、量販ですよね、もちろんね。あの、での修理価格って捉えてたんで、まあ、その価格からすればこれが1本丸々買えちゃうんで、 まあ個人用途人のねニーズでは全然十分かなはいでこちらが付録の付属ですね付属の、えー、ビットになりますあっ、うん、まあこのねビットもね実際買うとねバカにはなんないんだけどまあちょっとこれはあの百均品質じゃないのかな うん、あそういうことね。ドライバーのビットの付け替えもまあ、こうしてると思いますけど、ここ引っ張ってから突っ込んで、で、離すと。といったことで、これがロックかかります。うん、ちょっとね、精度が良くない。うん、ここに、見る、見る、見るじゃないですか。これ、ちょっと軸が、 まっすぐじゃないのわかるかななんかヨロン、よろん、よ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 んって。ほら。このくらいがわかりやすいかなね。なんで、ちょっと精度的には <laughs>、うん、いかがなものかなと思うんですけど <laughs>、まあ、普通にここに使うには、まあ、全然いいかなと思います。 まあ、こんな感じですねはいそしたらですねまあ実際どんな感じか分かんないですけど、えーまあ、これ先日 <laughs> ちょっとねこたつばらしたあいらない足なんですけど、まあ、これにね、えー、ドリルビスピアスビスをちょっと打ち込んでみようかななんて思います <laughs> うんんか うん、なんかあったなはいでまあこの固く硬い時にねあのこのズルズルっていうこれがあのインパクトドライバーの特徴でこのブルブルブルってズズズズって言いながら締め付けをガン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 していってまあ締めていくと。 言ったまあ、そんな感じ。うん。まあ、なんで、インパクトドライバーの方がね、ちゃんとこういったところは閉まるんですけど、まあ、トルクのシビアな調整が、まあ、できないっていうのと、あとは、ガガガガガがあって、まあ、うまくいかないとネジ山潰しちゃったりとかね、<laughs> あるんで、まあ、一応一旦なんですけど、まあ、パワーはインパクトドライバーの方がね、あの、あるかな、なんて思っております。で、一応これが、まあ、80ニュートン。 まあトルクがね上が、えー、るんで、えー、あのー、軽自動車の、えー、アルミホイルというかまあタイヤ交換のコ、えー、イルナットですねもうそれなんかも大体80から100ぐらいであのー、締め付けっていうふうになってるんでまあここの先をね変えてあのー、ナットホルダーをここにつければそのままこれでね、あのー 簡単にアルミのナットはま外せるとか締め付けられるんじゃないのかなとも思ってます。まあそんな用途でも僕も使いたいかなと思ってます。まあ一応まあそんな簡単で当たり前のことしかまあ言えてないんですけど、あのまあ簡単にまあ結論っていうか言うとまず本体の作りはまあ それなり、なりですね。あの、良くもなく。まあ、かといって、粗悪っていうところでもない。かな。うん。ただ、していて言うと、あの、さっきも動画でお見せしたとおりに、ちょっと軸、軸ずれっていうのが、あの、まあ、気になるかな。うん。まあ、それだけね、もうちょっと精度、まあ、出してもらえればね、もっと良かったかな、なんて思いますけど、まあ、普段、簡単なね、DIY、 DIY 使いとかには、まあ、差し支えないかな。うん、そんな感じだと思います。まあ、それなので、まあ、初めての DIY とか、あの、まあ、土曜日、日曜日の休日大工さん、簡単に、あの、自家用でね、あの自作でなんか工作するよとかっていう使い方には、まあ、安いし、まあね、まあ、6000円。 ぐらいかなポイント換算すればね6000円ぐらいで購入できるんでまあ壊れてもこれ買い替えという使い方の方がでもね全然正直ありかなうんまあさっきも言ってたんですけどまあじゃああの老スメーカーさんのとかだとまあそれなりにあの修理はできますあのどんなボロボロでも修理に出すときっちりあの修理ができるんですよねあの そういった面では、まあ、長く使えるんですけど、まあ、その分修理代もぎっちり取られますんで毎日フル稼働、まあ、お仕事とかであの工場とかでね、まあ、1勤務フルで使うとか1日4時間も5時間も6時間も回していくっていうようなね、まあ、そういう過酷な使い方をする方はあのこういうんじゃなくてねあのちゃんと修理が効くそういったもの もうまあ選ばれた方がいいかななんて思いますけど、あの、ちょちょって <laughs> 使う。そんなレベルでは、まあ、購入ね、全然、うん、選択肢ではありかなって思いました。はい。まあ、僕のイメージはそうですね。はい。 あとは、これが本体。あとは、うん、まああとはまあ充電器が、まあ、今回できてないんですけど、クロップはバッテリーが、ね、空になってから、まあ、充電器つないで満充電かけるまでの時間が気になるから、うん、もしかしたら、うん、1時間、2時間とかかかっちゃうかもしれないし、あとはこれはバッテリーが普通のやつか全然ちっちゃいんで、まあ、10.8V といえ、うん、どのくらいの稼働ができるのかなというのは気になるところですけど。 まあそんな感じでですね、なんかねえたげない結論なんですけど、うん。今回は、アイリスオーヤマさんの充電式インパクトドライバー JID-80 っていうのを購入して、まあ、開封してみたよっていう、そんな動画になります。まあ、これね、あのー、動物の森とかでも DIY とかって、 あの、ゲーム中でもありますんで、まあ、これからもね、まあ、どんどん DIY なんで流行ってくるんかな、なんて思いますんで、まあ、DIY 好きな方で、まあ、これから始められる方とかですね、あの、まあ、一つ持っていきたいよっていうのには、まあ、参考、うん、まあ、ね、選択肢の一つにはなるのかなって思いますけど、まあ、品質的にはあまり、 そう過度な期待はできないかなと思ってますけどぜひぜひ参考にしていただければいいかなと思いますそれではこれで終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございました